дармат チャンネルです今回はですね、600社以上ある電力会社の中から、東急電気というサービスをですね、徹底解剖して見ていきます。で、電力会社の切り替えはですね、2016年当初は怪しい、電気止まりそう、めんどくさいなどですね、敬遠をされていたんですけれども、今ではそんな誤解も解けてですね、聞いたことがない人はもちろん変えたことがないよっていう人が少なくなってきました。で、僕自身もですね、電力会社はもちろん切り替えていますし、で、友達や、こう周りの人で切り替えてないよっていう人がいた日にはですね、もう それドブに行き地捨ててるようなもんやとですぐ隣のスーパーでハーゲンダッツが200円セールをしているのにいつも行っているコンビニの方が安心できるからって300円で買うようなもんだよっていう風に言ってですね切り替えをお勧めしていますそうするとまあだいたい切り替えを検討し出すわけなんですけれどもその人たちが問題になってくるのがこれを見ている皆さんも同じだと思うんですけれどもどこの会社を選べばいいんやっていうことだと思いますで同じハーゲンダッツを買うにしても300円のところよりは200円のところの方がいいだろうし し、なんならですね、150円のところの方がいいよっていうふうに思うとは思います。で、600社以上もあれば、その地域や、おのの使い方によって削減の金額っていうのがもう全然違ってくるんですね。ハーゲンダッツを買うにしても、隣の店舗 A では、えっと、全員200円で買えるんやけど、えっと、その隣の店舗 B では、えっと、男は250円だけど、女性は150円だよであったりとか、店舗 C ではですね、30代、 までは男女ともに180円ですみたいな感じで複雑にこう条件っていうのが設定されています。これを冷静に比較をして、俺は20代男性やから C 店で買うのがいいなであったりとか、私は40代女性だから B 店で買おうなどとですね、こう考えられる人っていうのは、ま、とっても節約上手さんかなというふうには思います。じゃあ、これをですね、電力会社でやるのであればどうすればいいのかっていうと、まず一つ目っていうのが、各会社っていうのがそもそもどんな プランっててていいいううののをを提供ししるるかこれを知るというこれ知ととでですすねねつ目に関してはです、ね、自分に合った会社っていうのをその中で冷静に比較、そして検討をするっていう、この2点になります。なので、えっと、今回はですね、冒頭でもお伝えをしましたが、東急電気について、そのサービス内容や口コミや評判、メリット、そしてデメリット、これを解説していきます。で、別の動画でですね、主要どころの会社っていうのをこう厳選をしてで、それぞれこんな感じでですね、まとめていきますので、ぜひ自分に合 会社っててていいいいいいうううののをそそ中かから見見つけけただけるととすすごく嬉ししなというふうには思いままれでは早速見ていきましょう東急電機はですね、東急グループから2015年の10月に設立した株式会社東急パワーサプライが、えー、販売しているサービスになります。電力自由化が全面的に開始となった2016年の4月より東急電機の販売っていうのをスタートして、翌年2018年7月にですね、実は都市ガスの販売、これもスタートしています。 供給可能エリアはですね、東京電力エリアのみが対象となります。契約期間に関わらずですね、解約手数料っていうのはかからない。 とのことですで。支払いは口座振り替え、クレジットカード払いから選べます。それではですね、東急電気に切り替えるにあたって、どのようなメリット、そしてデメリットっていうのがあるのかっていうのを、口コミと評判と合わせてですね、紹介をしていきます。まずメリット部分から見ていきましょう。まず一つ目はですね、東急カードで電気代を払うだけで、東急ポイントが1%つくということです。普段からですね、東急カードを利用されている方であれば、電気代の1%がポイントとして貯めることっていうのができるので、例えば年間 で、電気はですね、もう本当に必要不可欠なので、チリも積もれば山となるというような形でですね、普段から等級カードっていうのを利用している方であればですね、まあぜひ検討してもいいのかなというふうに思います。 次、二つ目はですね、東急沿線に住んでいるとお得に使えるよということですね。東急沿線に住んでいる方で、東急カードで、えー、と定期券購入やチャージっていうのをすると、利用金額の1%がポイントとして付与されたりします。仕事などでですね、毎日使う方であれば非常にお得にポイントっていうのが貯まってありがたいかなと思います。で、東急電気1契約につきですね、二人まで適用されるので、ご家族で利用できるのもいいことかなというふうには思います。 最後、三つ目はですね、イッツコム。これを使っていれば、セット割りでさらに安くなります。イッツコムのですね、こう、テレビや、あとインターネットなどを契約している方であればですね、最大で850円のセット割りっていうのが適用されるので、元々の、えっ、ー、と、イッツコムを利用者であればですね、よりお安く使えてお得になりますね。で、テレビやインターネットなど、プランによってですね、割引額っていうのは異なって、えー、きますので、詳しくはですね、概要欄のリンクから、コストモンスター といいうサイトで確認してみてみくださいじゃあ次にですね、デメリット部分、これを見ていきましょう。まず一つ目はですね、思ったより安くならないですと。基本料金とですね、これ重量料金、ともに東京電力よりは安いんですけれども、大幅に安いわけではないので、いつコントのこのセット割や、あと東急カードっていうのを利用していない方からするとですね、あんまり魅力的ではない。 ようですね。東急電気がですね、用意してくれているプランについては後ほどご紹介をしていきます。次、二つ目はですね、販売しているエリアが東京電力地域のみになるので、その他のエリアの方々っていうのはそもそも利用ができないということですね。ガスに関してはですね、さらにエリアっていうのが絞られてきますので、東京電力を利用している方も注意をしてください。最後はですね、一人暮らしの方だと結構多いんですけれども、20アンペア。 これだと切り替えることっていうのができないということです。いつくもですね、利用していたり、あと東急沿線に住んでいたとしてもですね、契約容量っていうのが30アンペア未満の方っていうのは契約をすることすらできません。で、契約容量30アンペア未満の方や、電気をあまり使わない人におすすめの電力会社っていうのは、えっ、ー、と、コストモンスターっていう専用のサイトでですね、紹介をしていきますので、概要欄のリンクから飛んでですね、ぜひ参考にしてみてください。 じゃあ、最後ですね、料金プランについてお話をして終わろうと思いますけれども、東京電機のプランっていうのはですね、2つあります。こんな感じです、e。EV 応援プランっていうのはですね、電気自動車を所有する方対象に、深夜の電気料金っていうのがお得になるプランです。東京電力との比較などですね、細かい金額に関しては、コストモンスターでえー記事として詳しく説明していますので、そちらを参考にしてください。僕はですね、 あの、おしゃれ沿線と言われる東横線などをご利用の方にとっては、まあ、とっても魅力的なプランなんだなっていうふうには思いました。確かにですね、社の方が安くなるかもしれませんが、使用者のライフスタイル、これに合わせて選定するのも新電力の魅力の一つだというふうに思います。で、この他にもですね、環境に気を使っている会社もあれば、地方再生を目指している会社もあれば、本当に色々なので、このチャンネルはですね、安さだけではなく、色々な切り口で主要な新電力が とといいいいううのを皆さんと一緒にに見ててければなというふうに思っていますもしですねこんな電力会社取り上げてほしいっていう方がいましたらコメントいただければすごく嬉しいですあと時期によってですね各電力会社のお得な情報っていうのが変わってきますがそういう情報などをですね公式アカウントで配信をしておりますのでとりあえずですね概要欄から LINE 登録だけしておいてもらえるとすごく嬉しいかなというふうには思いますはいそれではまた 本日も最後までご覧いただきありがとうございます皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので少しでもお金になったようであったりとか応援して,やるせていらっしゃような方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方またいいねボタンの方よろしくお願いいたしますまたですね気になのニュースなどを取り上げてほしい話題ございましたらコメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう